ルイズ・ジュリー・ド・マイ・ネイルは、フランスをルる15世の大焼け目かけ、マイ・ハクシャク夫人の称号で一般に呼ばれる、ネイル姉妹の長女。しばしばその生き方が、ルイズ・ド・ラバリエールに似ていると言われる。ルイズ・ジュリーは、ネイル公爵家に生まれ、いとこである、マイ・ハクシャクと結婚する。母のマイ・夫人が、王妃、マリー・レクザンスカツキの女官であったため、彼女も、 宮廷でその役職を務める。彼女が国王と関係を持つようになった時期は、はっきりしない。おおむね1733年から35年頃と推測されるが、その秘密は、かなりの間保たれた。関係が公になったのは38年である。ルイズ・ジュリーは、魅惑的な体と可愛らしい性格の持ち主であったが、美女揃いの宮廷の中で必ずしも飛び抜けて美しい。 女性だったというわけではないらしい。同時代の日記や回想録は彼女について、その顔立ちが必ずしも美人でないこと、しかしその性格が打ち気で打ち解けることのできない王妃とは違って、王を楽しませることができることを記録している。関係を隠すことがなくなって、居室を賜った後、ルイーズ・ジュリーには王の調和を受け影響を与えることのできるものとして、 後に続く女性たちがそうしたように、牽制を振るうことができた。しかし彼女はそれをしなかった。国王に、交換のポストや助君について口聞きして、大金を差し出させることが、むしろ普通だっただけに、帰って変わり者とみなされた。最小フルーリーは、彼女が政治にも人事にも口を出さないことに安堵して、王が彼女を愛称とすることを黙認した。多帖な王は、 ルイズ・ジュリーの地位が安定している間でも、他の女性に気を取られることがしばしばだったので、彼女は気をもんで王の様子を終始伺わずには、いられなかった。消耗した彼女は、味方が欲しくてお急に、自分の妹を招いたが、それが彼女の命取りになった。彼女の妹ポーリーヌ・フェリシテは、姉から王の長愛を奪い取った。宮廷の観察者たちによれば、その時期は、 1740年前後である。彼女は王宮から去ることはなかったが、王はベルサイユよりも、ポーリーヌ・フェリシテに与えたショアジーの館に多く滞在していた。バンティミール公爵夫人が、リュック公を出産して死去した後、ルイズ・ジュリーは王とよりを戻したが、その時間は短かった。すでに彼女の他の妹ディアーヌはデライード、オルタンス・フェリシテ、 マリーアンヌも続々と宮廷に上がってきていて、その中のマリーアンヌに王は心を奪われた。彼女を愛称とするにあたって、マリーアンヌは姉を宮廷から追放することを要求したため、ルイーズ・ジュリーはごく短時間のうちにベルサイユから去らねばならなかった。1742年11月のことである。王はさすがに両親が咎めたのか、彼女に年金とパリにおける、 居住地を提供した。他の夫人たちと違って、ルイズ・ジュリーは財産を作っていなかったのである。その後も王は時々ルイズ・ジュリーの思い出話を後の愛称に語って彼女たちを警戒させた。宮廷から去ったルイズ・ジュリーはその後の生活を信仰と事前に捧げ、41歳で亡くなった。王の愛称だったという過去とは、かけ離れたその謙虚な態度と貧しさに、 多くの人は心打たれたという、ありがとうございます。